まずこちらの車両ですけども、前頭部がくさび型になっています。単線用のラッセル車で線路の雪を左右にかき分けていきます。これに対して副線用のラッセル車というのがあります。副線はもう一本線路がありますので、左右に雪をかいてしまうと、反対側の線路をせっかくかいた雪が塞いでしまうので、反対側の線路に飛ばないように、左側だけに飛ぶように、前面の形がこちら向きになっています。単線用は両側にかいても大丈夫なので、くさび型になっています。次にこのひさしの部分ですけれども、せっかくかいても前が見えなくなってしまうので、雪返しといって、運転席の視界を妨げないようにこちらの方でブロックしています。上の運転席ですけれども、この列車を運転するために前方を確認する乗務員、それから今から操作していきますけども、ラッセル車の羽を動かす乗務員など複数の乗務員が乗って運転していました。前方ワイパーの代わりにガラスの回る旋回窓というのがついています。こちらはガラスが回ることによって遠心力で水滴などを飛ばして前の視界を確保しています。円の中ガラスが回っているの見えますか。こちらがワイパーの代わりになります。それではちょっとこちらの方へお願いします。まず車両の説明をしていきます。こちら古い車両で、この上に楕円の製造名板というのがついていますが、鉄道省、浜松工場、昭和10年と刻印されています。鉄道省、浜松工場というのは現在の JR 東海、東海旅客鉄道の浜松工場に相当するところで作られました。次にこの車両の番号についてご案内します。表記がこちらの方にあるので、どうぞ興味があればこちらの方へどうぞ。こちらの方にペイントしているんですけれども、このラッセル車で動かしていきます。
それでは説明の方を。